21歳でリーガ100試合出場3位のチームで不動のスタメンなんでこれで叩かれてるんや。おかしい。日本人で他に誰ができんねん。未調と比べたらね。25位の成績だっけ。ゴールしてくれ。現在バルセロナとレアルに次ぐ3位のチームで2ゴール5アシストすごくない？これできる日本人が何人いんのよ。久保はしばらくソシエダだろうが未調は次のチームどこ行くんだろうってのがあるな。こんなゴールとアシスト決めてたっけ？通算じゃないよね。ゴールは2で合ってる、アシストはリーグ戦だと2だけだった気がする。未調なんて21歳の頃大学生やで。でもチビでハゲやん。結果出してから誇れ。ゴールもアシストも少ないけど守備の選手なん。ベリンガムとかサカとかペドリと比較してるんや。出てるだけやん。じゃあお前は出れるの？レアルソシエダ行ってから覚醒した？覚醒とまではいかないけど成長はした。元から能力は高いチームが合ってるかどうかだ。出れてるだけですごいんだよな。竹を評価してないの日本人だけだよ。顔とスタイル、これが全て。ワールドカップしか興味ないもん。久保くんを広告に使いたい企業がどれだけあるか。そういや CM ないな。三笘はあるのにひでえよ。日本人ルッキズムの塊や。